リンリンハローパラレール、どうもリンリンパラレールのリントです。はい、急にね一人の雑談がね始まった感じになってますけれども、まあね、タイトルとサムネをね見ていただくと、まあ勘のいい方はわかるかと思いますね。もう雑談ではないです。ということでね、もう早速ゲストの方を呼んじゃいましょう。焦らしてもねあれなんで、じゃあどうぞ来てください。いいんですか？あ、どうぞ。いい。ちょっとディスコくん、ディスコくん。はい、どうも。魂分離プロジェクト、ローダンスよりやってまいりました。秋山千春です。はい、ということで、はい、ゲストの秋山千春ちゃんでございます。どうも皆様、お久しぶりです。はい、パチ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 。できれば、やる気ねーなー。できれば、皆さん、低評価は入れないでくださいね。なんで僕が出ただけで低評価扱いなんですか？高評価、高評価をもう今から高評価をしておいてくださいね。か？か？ん？リントさん？はい。リントさん、なんか前より僕の扱いひどくなってませんか？何のことかしら。おい。ん？ん？おい。おい。ん？んじゃないのよ。どう考えても扱いおかしくなってるでしょう、これ。いや、だってほら、千春だよ。僕ですよ。千春だもん、ほら。やっぱりこう、なんか、ね、嫌いなんだけどっていう人もいるかもしれないよ。です。だって、そんなこと言われなきゃいけないんだよ。でもわかんないね。好きだよっていう人もいるかもしれないから。なんでそっちの方が少数みたいに言ってるんすか？両方いるといいね。ねえ、ちょっと。ん？裏行きましょう。裏行きましょう、一回。今噛んだからダメだと思う。今噛んだよね。噛んです。噛んです。もうね、してね、あなたの声がね、ちょいちょい切れるっていう。ひどい。いや、まあね、ちょっとディスコードの調子とね、機材の調子がね、千春ちゃんは良くないらしくて、ねえ、皆さん、温かい目で見てあげてください。リントさんは後で裏。ん？どこの？体育館裏じゃないですか、定番は。体育館、ないよ、近くに。めっちゃ遠いな。学校行かなきゃなんないしな。不法侵入か。学校の不法侵入捕まっちゃうよ。捕まれますね、そりゃ。まあ、でも裏の裏は表だから表でよっか。そうですね。うん、そこで殴り合いの喧嘩だね。そうですね、僕の扱いが悪くなっていることについて。うん、っていうのを話し合いしつつ、千春ちゃんをサイコロ台にこう一個ずつ体を切り刻んで、こう、ちょっと目は取り出して、目はスーパーボールみたいにしてポン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 して、まあ、皆さん低評価タイムですよ。腕の骨取ってドラムのスティックに変えて、この人ね、今ね JK アイドルのこと解体しようとしてます。解体したいな。低評価タイムですよ今。っていうね、懐かしい雰囲気が出せたんじゃないでしょうか。そうですね。いやー、いつぶりですかね、これ。いつぶりなんですか、実際。これ実際最後いつ？去年はやってないから、一昨年が最後ですね。って考えると、まあ長らくね、まあ、千春ちゃんがねほぼ引退をしてたのでね。はい、仕方ないですけれども。帰ってきちゃいましたよ。ちなみになぜ帰ってきたんですか？なんでっていう言い方はちょっとひどいな。いやー、これ何故に説明がちょっと難しいんですけど、うんうん、仲いい先生いたじゃないですか、大泉雄介先生。うんうんうん、いたじゃないですか、波乱万丈宅の絵を描いてくださったりとか、波乱万丈宅とかで使った美月とかね、
勇気とかの PC の立ち絵を描いてくれたあの先生がいたんですけど、その方とお話ししている間にどうにかして帰ってきてくれないかなって話をされたんですよ。どうにかして千春ちゃん帰ってきてくんないかなって言われて、あーなんかそこまで言ってくれる人まだいるんだったら帰ってきてもいいのかな、許されるのかなみたいな風に思って帰ってきました。なるほど。おかえり。ただいまです。ただ帰ってきたのはいいけれども、きっと私にとことんいじめられるね。それはそう。ほんとかわいそうだけど、かわいそうだけど勘弁してね、いじめるから。かわいいはかわいいって言葉がありますから。かわいい子にはムチを打てって言うもんね。かわいい子には旅をさせようですね。かわいい子にはムチを打ってサイコロ台にして食べちゃおうっていう。どんなサイコパスが考えたことわざですか。日本人はきっとサイコパスだよ。うん、みんなサイコパス。サイコパスなんですか？おそらく。ちょっとよく知らないけど。適当言ってるんじゃないですよ。適当言ってるよ。うん。普段からそんなもんですよ。そういえば、リントさん。はい。あの5時の話しなくていいんですか？どの5時だろうか？いっぱい5時がありすぎてどの5時かわかんないんだけど、どの5時だろうか？今送ります。送りました。ほぼ公、ほぼ公になってないのにの5時です。王と自暴自棄の時期ね。そうそう。どんな5時だったんですかこれ。いや、公って打ったつもりがね、公になってたんだろうね。王を本来2個打つんだよ。なんだけど、こう変換というか、こう脳裏で浮かんだのは、おの次がうだったんだよ。おうやけって書いてある。したら、おの字にやけがついて、おうやけってなったのね。おう。これは、まあ、5時はね、ほら、5時は、ごめんね、何年経っても終わらない、なくならない。すごいんですよこの人、相変わらず。そう、LINE とかこう Discord とか、まあ見てればだけどね、あと Twitter もそうなんだけど、見てる時間でこうパッと返ってきたものに関してはこう反射で返すから、反射で返すとね、見返すことなくポンって送るからね。あ、やべ、なんか間違ったわっていうことがある。仕方ない。見返してくださいよ、そこはちゃんと。なかなか難しい。ちゃんと見返してください。今度から頑張る。頑張って。ひとまずね、こんな雑談をしてるとね、ここだけで尺めちゃめちゃ取っちゃうから。そうですね。そろそろね、本題に入っていこうかなと思うんですけども、まずじゃあ改めまして、千春ちゃんの紹介をしていきましょう。はい。はい、ということでこれ送ってくださったやつ今表示してると思うんですけど、誕生日3月14日。ご一平ですね。身長は138センチ。148センチ。年齢は45歳。15歳です。15歳の高校1年生です。だってね、ちょっとたまに世代おかしいもん。おかしくないって僕一個も。あとでその話はしましょうね。あ、了解です。そして次しし好き、ワールドエンドヒーローズ。わひろくん、僕の生きる意味。そして木村、これなんて読むんだい、リン、北村リンリ。北村か、あ、木村じゃない、北村ね。普通に読みまいし、北村リンリっていうキャラクターが最推しなんですよ、人生で。人生で。
そう、西予市なんですよ。もうね、北村倫理は北村倫理という言葉でしか表せないような、いやー、あの最高の人間です。そうなんだね。闇はないのかい？和弘を読め。和弘ね、なかなかやってないね。和弘を読むのだ。刺繍したんでしょ？刺繍はしてないよ。刺繍とか言うなよお前。まだその心の傷は癒えてないんだぞ。あなたはね、ほら、推しが死ぬから推しのゲームも死んだのかな。おいお前。お前、言っていいことと悪いことがあるぞ。今のは言っていいこと。うん、言っていいことじゃないでしょ、どう考えても。そっか、その傷は癒えてないか。癒えてないよ。そこはもう、だって僕、うん、僕あの本当に生きるのやめよっかなって思いましたからね。危ない危ない。生きててよかったね、みんなね。よかった。生きるのやめよっかなって思ってましたから。でもほら、好きの3番目にほら、生きる理由のものがいっぱい入ってるからいいんじゃない？いや、生きる理由はワールドエンドヒーローズだけです。二次元の女の子って書いてるからね。もう誰でもいいんだって、二次元だったら。もう、まあ誰でもいいんですけど、誰でもいいんですけど、生きる理由になるのはワールドエンドヒーローズだけです。さ、ほら、あの、ちょっとこう、広い視野を持って、ほら、四次元の女の子とかに行ってみるといいよ。二次元の女の子はね、可愛いからね。四次元には行かないの？行かないよ。五次元は？行かないよ。じゃあ一次元は？もう行かないよ。一次元の女の子はよく考えてごらんよ。点だよ。でもどこで女の子だって認識しろって話ですよ。色？色？うん、色。色。うん、色としか言えないよね。赤か青か。二色なんだ。まあそんなことはさておき、次へ行きましょう。趣味が、はい、ソシャゲ、お絵描き、TRPG、COC。 そうね、 COC だね。最近なかなか、 COC って書けばよかったですね。なかなか最近ね、そちらはやれてないですからね。そうなんですよ、僕的にはやりたいんですけどね。まあなんかタイミングを見てやれたらいいですね。そうですね。で、次が嫌い、弱点、動物、甘いもの、対人ゲーム。その通りって感じですよ。じゃあ動物家に送りつけるね。でや、サソリとかタランチュラとか。それはもう虫なんよ。あとカニとか。カニは食べたい。あ、食べれないやつ。ヤシ、うわ、ヤシガニとか。わあ、ただ単、本当にただ単な嫌がらせ。ヤシガニ、単なる嫌がらせ。怖いぜ多分。そして甘いもの。甘いものか。じゃあ砂糖送るか。砂糖単体で送られても食べる人いないと思いますけど。マジか。あ、いるな。甘党とかの人は結構やりますね、それ。やると思うよ。うん。で、そして対人ゲーム。対人ゲーム、まあご存知の通り僕ってゲーム下手くそなんですけど、対ゲームともなるとね、勝てないんですよ。よし、スマブラをやろうか。スマブラ、スイッチがね、オンライン入ってないから対戦ができなくって。オンラインに入ってないらしいので、皆さんオンラインに入れるように千春ちゃんにこう、なんか送金してください。下に口座番号書いときます。まあ、書くわけないんですけどね。嘘でーす。当たり前なんだよな。らしいです。はい。千春はこんな感じの方です。いい、そういう人間です。
まあね、ここでね、初めて知った方は、あ、こういう人なんだと見ておいていただければと思います。はい、では次に私の自己紹介、ね、作ってもらったんだけど。はい、僕が作りました。誕生日は3月8日。身長は。一緒なんですよね、3月。そうそうそう。だから、春、凛として春っていう名前の春らしい感じで、いいんじゃないでしょうか。そうですね。そして次に身長が168センチ。20センチ差。すごい。恋人の差だったらちょうどいい。20センチだっけ ?30 センチじゃなかったっけ。え、20センチですけど。え、だって138センチでしょ ?148 ですけど。かぶせてくるね。すごいいい感じにかぶせてくるね。もういいよ。そういうの待ってたよ。なんなんだこの人は。そういうのいいよ。で、次に年齢は永遠の20歳って言いたい。お酒飲めないですもんね。サバ読んじゃうと。サバ読んじゃうとね、酒飲んだら、なんで酒飲んでんだって言われちゃうからね。ねえ。せめて、20って言いたいけど、ちょっともうそろそろ、永遠の20歳はちょっと無理があるかな。無理があるとか言うんじゃないよ。小じわが増えてきてね。バーチャルなんだから夢見させろよ、お前。バーチャルもほら、やっぱり劣化してくよ、きっと。劣化してくよ。モデルが多分劣化してくんだよ。なんかちょっと一昔のモデルっぽいな。やめろよ、そういうリアルなやつ。ってなってくると思うし。リアルなのやめろよ。なので、まあでもね、ではそんな感じで。で、スキーに関しては、まあ、ネルゲル、仮面ライダー、メトロイド、まあ、ゲームとね、仮面ライダーとねっていう感じでございます。で、趣味はドラムと睡眠。最近もう眠くて眠くて仕方ない。寝てるんですよ。一日13時間ぐらい寝たい。あー。でも、私ね、ショートスリーパーじゃない。いや、ショートスリーパーなのかもしれないんだけど、普通に夜寝てても3時間ぐらい経ったら目が一回覚めちゃうのよね。だからね、大変。逆にロングスリーパーだから10時間くらい普通に寝ちゃいます。いいなぁ。本当にね、どっと疲れた時は朝までそのまま寝てるけど、それがない時だとなんかね、帰ってきて10時とか11時前ぐらいに絶対最近寝ちゃうのね。ちょっとでね、3時半ぐらいに一回目が覚めて、特に何をするわけでもなく、別にトイレに行くとかそういうことでもなく、目が一回覚めて、ああ、3時だよ。ってなりながら、もう一回寝るっていう。で、6時半、7時ぐらいに目を覚まして、こうお仕事に行く準備とかをするみたいな感じです。なるほど。で、最近ドラムはね、やっと、こう、バーチャルな感じで叩けるのができたからね。そうですね。やってるって感じです。ちょっとドラムの動画出してましたもんね。そうそうそう。で、ドラム動画ももう一回出したいんだけど、なんかね、ちょっと、時間がなかなか取れずじまいでね、ちょっと最近やれてないっていう状況でございます。で、最後の嫌いはマウントを取る人。もうね、もう何事においても、こう、俺の方が上だぜとか、いや、全然それ違えからとかいう、こう、ちょっとイキリ散らかしてるやつが嫌いです。それは正直僕もわかる。なんか、こう、私最近よく思うのが、コロナがね、こう流行りだしたでしょ。流行りましたね。コロナ禍でさ、なんかこう誰かのその、なんだろう、悪口だとかなんやかんやとかさ、まあ、マウントを取ってなんか人をこうね、不快な気持ちさせたりとかっていう人が増えたなっていう印象があって、なんかみんな攻撃的になったなってこうちょっと感じてて、コロナ禍になってから
僕ね思いましたね。だからもっとなんかこうなんかね楽にやれたらいいのにねって思う最近でした。みんなやっぱストレス溜まってるんですかね。ずっと自粛もね楽しくはないでしょうね。なんか、例えばカラオケとかそういうストレス発散になっていたものとかを急に取り上げられた感じですから、そうなってしまっているのかもしれません。だとしてもなんかちょっと広い心があったらいいのにねなんていうふうに思っております。そうですね、早く世の中が平和になればいいんですけどね。はあね、っていう感じの自己紹介でございます。はい、でそうだ、ここに来てねこういうのもなんだけど、こう次回以降ねこんな感じでラジオのもねやっていこうかなと思っておりまして、はいはい、そちらのタイトルをここで発表いたします。はい、では千春ちゃんお願いします。あ、僕が言うんですか。うん、復活したしね。はい、では今回のタイトルの新たなタイトルはですね、凛として春の桜花無線となっております。パチ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 。はい、ということで桜花無線としてラジオ放送を、前はね生放送でやってたんですけど、今後今回は録音収録をして進めていこうかと思います。はい、まあ、お互いねスケジュール合わせるのも大変ですからね。そう、なかなか大変なところもあるのでそんな形になりました。で、それに合わせてコーナーが2つできております。じゃあコーナーは私の方から進めていきましょう、はい。まずいつも通り普通のお便りですね、お待ちしております。お待ちしております。そうして、私のコーナーとしてはこちら、凛との珍妙な冒険ということでね、まあほぼジョジョの奇妙な冒険のパクリなんですけど、皆さんの変な出来事、なんか不思議だったなーっていう出来事を募集しております。例えば帰ってきて冷蔵庫を開けると冷蔵庫の中にカップヌードルが入っていたとか、あれだよ、開封してないお湯入れる前の完品の状態ね、別に冷蔵庫に入れる必要ないのに冷蔵庫に入ってた、まあ、寝ぼけてたんでしょうねとかね、あと朝起きたらマグロ抱いて寝てたとか、マグロの、それはなかなかないと思いますけど、マグロの切り身をね枕元に置いて寝てたっていう人がいたら、高評価チャンネル登録お願いします。レアケースすぎる。私はありましたよなんかちょっとねこう会社の飲み会に行ってこう酔っ払って帰ってくる途中、ちょっとスーパーに寄って、まあ、普通にお水とかねこうちょっと飲んで酒を抜きたいなと思ってスーパーに寄ったわけですよ。はい、でそのスーパーに寄ったらこう安売りになってるマグロを見かけて、切り身の、はい、あ美味しそうだなと、うん、でまずマグロを買いで、うん、マグロ食べるんだったらちょっとお酒欲しいなと思って少しだけお酒を買い、はい、でお水経口補水液とかを買い、うん、あとまあ普通の飲料水を買い、帰りましたと。はい。で、最初酒をちょっとね、飲みながら、こう晩酌じゃないけど、マグロでも食べようかなって思ったんですが、それをせずに、多分、飲み物を飲んだんだと思います。そこら辺からは記憶がないんですよ、あんまり。で、ちょっと、ないですか。ちょっと、記憶がぶっ飛んだわけじゃないんですけど、あんまりこう覚えてないんですよ。で、飲んで多分寝たんですよ。普通のお水とか経口補水液とかね。はい。で、まあ、水分入れたんで、まあ寝てる間におトイレに行きたくなる
ですよ。はい。おトイレに行こうとして目が覚めたら目の前にあったのはマグロの切り身だったんです。どういう？マグロの切り身が目の前にある。しかもすごーく綺麗に私の腕の上に乗っかってたんです。で、いや、ちゃんとあの、まあ、パッケージからは出ずね、あの、無事食べれる状態ではあったんですけど、しかも全然、あの、なんか上に乗っかった形跡とかもないんです。すごい綺麗な状態のマグロの切り身の、あの、パックのやつが腕の上にトンって乗っかってて、朝起きた時に、マグロってなったんです。このマグロは一体、あ、昨日買ったけど食べなかったんだっていう、ね。で、その日にやらかしたのが、もう一個カップ麺を冷蔵庫に入れて、そのまま閉めるっていう。酔っ払い！あの、それは、あの、両日、あの、両方の出来事とも、あの、同日に起きたことなんで。酔っ払いよ。もう、ああ、結構飲んだんだねっていう日でした。まあ、結構飲みましたけど。怖いなぁ。という、なんか変な話を募集してます。怖いなぁ。これ超えれる話ないと思うけど。そういう変な話を募集します。募集するんですね。します。というのが私のコーナー。そして次に、ちはるちゃんのコーナー。あの前にそうだ、ちはるのね、奇妙な話が一個あったね。ない、ない、ない、ない。そんなもんないよ。ない？エキセントリック少年ボーイの、あの話はいいのか。これだから、エキセントリック少年ボーイ知ってる人は、多分ね、おっさんなんだよね。多分、伝わんないじゃん、この話しても。伝わんない、ね。しときます？いやー、やめとこっか。いや、もう、ざっくりだけ言いましょうか。うんうん。あ、もう、あの、うたた寝してたんですよ、僕が。うん。うたた寝してたら、エキセントリック少年ボーイが夢の中で流れて、サビで、あの、頑張れ地球のあたりで目が覚めて、ああ、僕は限界だって思いながら起きました。うん、十分奇妙だね。奇妙じゃないでしょ。多分ね、これをエキセントリック少年ボーイを知ったきっかけみたいなエピソードの方が奇妙だと思う、僕は。何で知ったんですか？ちっちゃい頃の話なんですけど。ほう。あれは幼稚園とか小学校低学年くらいかなの頃にですね、僕のお父さんが初めてエキセントリック少年ボーイを聞かせてくれたんですよ。うんうんうん。まあ、ここまでは普通なんですけど、それからね、毎晩寝る前と、僕が泣きじゃくってる時にエキセントリック少年ボーイを流すようになったんですよね。すっごい思ったことは、あなたの親がエキセントリックだね。そんなエピソードが僕にはあります。すごくエキセントリックだった。エキセントリックなんですよ。仕方ないね。僕がギャン泣きしてる時とかね、流れるんですよ。テーテレッテって。なんか、すごいね。はい、っていうね、まあ、そんな奇妙な話を募集するコーナーとなっております。そして次が、秋山千春の助けてダイスの女神様ということで、どんなコーナーですか？はい、これはですね、2択の悩みを持ってきてもらって、1から50までなら前者、51から100なら後者という感じに、ダイスの女神様に直接そのお悩みを聞いてしまおうというコーナーです。はい、という、言い方をしてますが、要は、2者択一を勝手に決めるというだけのコーナーでございます。やめろ！ダイスの女神様に決めてもらうんだよ。ダイスの女神様という体でお送りさせていただいて、サイコロに任せて、2つの答えから1つを選ぶというコーナーでございます。なのでちゃんとダイスのスクショを送りますからね、僕は。なのでどちらかのあのになるその質問をね、あの投げてみてください。軽くて大丈夫ですからね。例えば
ライオンを飼いたいんですけど、鶏も飼いたいよと、どっちがいいですかとか。それ、あの裏でやったやつですよね。そうだね、あの時鶏だったか覚えてないな。ライオン、ライオンです、ライオンです。ライオンは言った気がするけど、あ、ハムスターだ。そう、ハムスター飼いたいんですけど、ライオンも飼いたいですって言われて、ダイス振ったらライオンになったんだ。そう、ライオンになった。あとは殺したい人がいるんですけど、殺すべきですか、生かすべきですか、迷っています、どちらですかっていうので、生かすことになりました。そうですね、っていう感じね。まあそういうちょっと変なのでもいいです。なんか面白そうになりそうなのを送ってくださればそれで大丈夫です。今の流れで分かったと思うんですけど、さっきのハムスターはライオンの流れはダイスの結果が72で、うん、殺すか生かすかのダイスの結果が90なんですよ。なのでまあそういうことです。後者にした方が答えになるよもう求めている答えがあるとしたら後者にしといた方が多分出やすいです。それで外されたらかわいそうに、そのお便り送ってくれた人、その時に一繰り出しちゃったらごめんなさい仕方ないね。まあという形のコーナーになっております。で、お便りの募集場所については、概要欄に記載しておきます。概要欄にもし記載がなかったら、おい記載ねえよこの野郎ってコメントください。ご用意しておきます。概要欄に記載されたら僕のツイッターの方でも宣伝するので、その辺はまあなかったら最悪僕のマシュマロに、リントが仕事してないですって送ってくれれば対応します。はい、そうですね一応そんな感じで進めていければと思います。で、次回の放送に関しては、2人のスケジュール次第っていうのと、あとはお便りの集まり具合で、ちょっと決めていこうかなと思います。ちょっと2人のスケジュールもね、いろいろあると思うので、次回放送、一応それは第1回放送になるのかな。そうですね、第1回ですね。第1回についてはそちらをお楽しみください。随時ね、こんな感じで少しずつやっていこうかなと思うので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、では最後に、告知となりますが、おそらくこの動画がですね、はい、3月の24日水曜日に上がってると思います。といいですね。で、それのあと、3月の27日土曜日、昼2時ぐらいかな、お昼2時ぐらいから、最弱王を決めるエーペックス配信やっていこうかと思います。はい、ちょっとね、私もこちら僕イラスト描きましたからね。そうですね、なのでそちらをやっていこうかと思っております。ちょっとエペほぼほぼやってないんで何とも言えないですが、僕ね、雑魚いんで、ちょっとエペをね少しずつ頑張ってやっていけたらいいななんて考えております。ということで、ひとまず第1回放送の前の0回放送はこんな感じで、締めていこうかと思います。また、こちらの放送でお会いいたしましょう。ということで、今日はこの辺でおさらばです。さようなら、バイバーイ。またお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。